人生に自分で決められることは何一つない。どうも、人生はプログラム通りに決まっているらしい。シナリオを書いている通りに物事が進んでいるらしいということを、私はこの30年間ずっと言い続けてきました。ほとんど決まっているらしいとは言ってきたんですけれども、お釈迦様は自分の意思によって決められるものはない、全部人と神仏の問題だ、 100% そうだという結論を言ったらしい。だからちょっとでも自分の意思によって自分の人生が成り立っている、成り立たせることができるというふうに考えている人間、そういう思いを持っているものは必ず苦悩する。苦悩の根源とは思いであるということを言ったんだそうです。この話はやっぱりショックですよね。私は昭和23年生まれの団塊の世代です。小学校も中学校もものすごいたくさんの人数がいて、大学受験というのも随分苦労しました。ありとあらゆることが全部競争で、偏差値を上げなさい、点数を1点でも多く取りなさいと言われて予備校に行きましたが、その予備校でも1点でも2点でも取る方法として、字の下手な人に対してちょっとでも印象が良ければ入るかもしれないから、自分の名前だけはきちんと書きなさいといった話をされました。答案も絶対に殴り書きではいけない、ちゃんと丁寧に書きなさい、それは汚い字を書いた他の人と同点だった場合、必ず綺麗な字の方を取るからだよというようなことを教え込まれました。とにかく人と戦ってその人を蹴落として自分が良い思いをする、その良い思いをするというのは給料の高い会社に入ること、そのためには偏差値の高い大学に行って偏差値の高い高校に入ってという、そういう競争意識をずっと埋め込まれてきました。戦うこと、争うこと、その結果として私は全共闘でもあったし、世の中を良くしなくちゃいけないと思って戦っていたんですけれども、実は世の中は何一つ自分の思いによって成り立っていない、しかも自分の人生さえも何一つ成り立っていないと釈迦が言ったのはものすごい衝撃だった。その衝撃を受けた後、本を開いた状態で1時間何を考えていたかというと、私自身の人生をずっと当てはめていったんです。私の父はスーパーマーケットの経営者だったんですけれども、私が21の時に後を継げと言って、3年くらいずっと私にプレッシャーをかけ続けた。そしてついには後を継がないんだったら出て行けと言った。
私の方は親から独立心、責任感、正義感というものを徹底的に教え込まれた男だったので、それほどまで言うんだったら出ていくと言って、その日のうちに家を出たんですね。それ以来私は家に帰ることはなかった。父親の通夜の日に一泊し、母親の通夜の日に一泊と二泊しただけで、私はそれ以後家には全然寄りつかなかったし、全く泊まったことがないんです。以後21に出てから29年経ちますけれども、行ったことはない。ただしこの話をすると親が寂しかったでしょうねと言われるので、ちょっと補足説明しておきますと、結婚をして子供ができてからは、父親はしょっちゅう私の家に夕食を食べに来ていました。父親は憲兵をやって、その後に警察官をやっていた男ですから、すごい頑固で徹底的に強い人だったので、私はそのおかげで独立心というものをいただいて家を出たんですが、父親というのはすごいですね。それほどひどいことを言って出て行けと言って、何も援助をしなかった息子に対して、孫ができたら1ヶ月に2回くらいのペースでしょっちゅう夕食を食べに来て、一度も謝ったことがないんですよ。それからその話題に触れたことも一度もないです。私も別に謝ってくれというようなことも全然なくて、その当時はもうある程度自分の中でも処理できていましたから、30歳ぐらいの時は父親にはすごく感謝していました。24、5ぐらいの時はなんとひどいことをする親だと思っていたけれども、26ぐらいの時には恨み事がゼロになりました。それから結婚して30歳くらいの時には恨み事がゼロになっただけではなくて、追い出してくださってありがとうという感謝の念に変わっていました。その後33歳ぐらいになって、父親が食事に来るようになっても全然恨み事を言ったことはありません。本当に感謝していましたから、嫌味でも痩せ我慢でもなく、そういう因果関係にしてくださっていたということですね。